愛知県豊川市の花ヶ池公園へ行ってきました。トイレすらない小さな公園ですが、ここは徳川家の葵の紋の発祥の地とされています。徳川家の三つ葉葵だけではなく、無双系のゲームで知名度が最近上がってきた、本田忠勝で有名な本田家の立ち葵の発祥地でもあります。しかし、正直当時はどれだけ美しい池だったかは、わかりませんが現在は、さほど美しい池とは言えないのが悲しいところですね。次回は、伊那城跡公園を紹介する予定です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。